やらせるかい、やらせるのか。ちょっとあれか、ちょっといろいろ今回あれだ、話聞いたりとかいろいろやんなきゃいけないんだよな。てっててって、クリアビルの街よね、素晴らしいね。この世に生まれてきたものなら夢のある人生を送りたいものです。なんか夢のあれが多いな、その詩人系の方々なんだ。あの人なんか少なくねえかな、んかあれ、こんなの人いなかったっけ。てててて、なんか変わってないんだよな。でれて、ちょっとまあ今回あれだな、ちょっと徘徊がメインなんじゃないかな、あんまなんか進まなそうな気がする。で、ちょっとまあ重大な、ちょっとまあある程度重大な決断もしなきゃいけないっていうあれだよな。ペペペペペ、今ね、ちょっとまあ決まってるんだけどな、何をどうするのかっていうのが。まあ全然あれだな。お、おう、何か特別な人の乗り物だと思う。なんか分かってんね、やっぱそのなんか見る目があるな、そういうのが大事だと思う、やっぱな。てててて、何がだったんだ。ルルルルーンで、これがあれか、あの変わってないかな。とんでもない悪魔が住んでるということだ。おお、伝説の都市か。人間の丸まいし、海の底まで確かめに行くことができないの。早くその底までやりたいんだとしたら、いろいろな。あんた見たか、いいえ。おお、よかったな。はい。てってれん、てってん、てってん。ちょっとマジで今回、多分いろいろ見るぞ。ほう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 、私、教会ね。てれてん。見ちゃったよ。なかなか面白いな。それはそれでなんか面白いと思う。ドゥ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 。そうだな。で、ちょ、一回ちょっと、まあまあ適当に、まあちょっと徘徊するわ。まあいろいろちょっと変わったこともあるんだよな。ちょっとアモールとかも行きたいんだよね。アモール行ったりとか、まあ適当にちょっとこの行けるとこ徘徊したりとか。てんてんてん、なんか愉快になるな。いい感じの曲だわ。ペレペペレペペレペー。おい。水道の盾を探して旅をしてるものだ。もうダメかもしれん。もうダメかもしれん、誰だよ。ああ、まあ、それはわけわかんない。確かにわけわかんない。俺もなんか、あそこちょっと苦手かもしれない。確かに。どんぐらい、ちょっと今回で結構貯めたいんだけどな。できるだけちょっと貯めまくりたいんだけど。トゥルトゥントゥン。ちょっとアモリ行けないのか、ちょっと待って。どっから行けないんだ。多分だが。レドから行けるような、きっとな。ペペペペペペ、このなんかゆったりした曲がいいわ。多分これなんか、多分、場所的にはあれでしょ。これわかんないね、これね。そうか、もう地図があれなのか。ベー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 ローベーローベー。あ、なんかいいのあんじゃん。あ、そうか、そこ行ってもいいのか。先にあれだよな。あ、でもアモール来とけばとりあえずあれか。よし、来たぞ、アモール。懐かしの。てってってってーん。楽しそうに遊んでろ。ちょっと見てっか、ちょっと。すごい宝を見つけてみせるぜ。あ、忘れてやるから心配するんだよ。てててて、待ってや。イリアの意地ある。イリア。まさか。お前たちは。なんだというなら、静かにしなさい。これは失礼。ポッポッポー。楽しんでんな。何かついているかい。俺はイリアよろしくな。なんか不思議だよな。どういうことなんだよな。てれてん。もともとあの、いたやつはどういったのあの血で。なんか血を流したなんかあいつらは。てれてん、都会の尻尾。毎日いたずらばっかじゃん。まあいいんじゃない別に。いたずらっ子は結構あれだな。有望だな。有望って言っても言い方知らないけどな。いいのか知らんが。世話になってるし、おお、いい、いいあれじゃねえか。イラのお嫁さんになるんだもん。ずばあれだな。仲良しだな。非常に仲良しだわ。まあいいんじゃないそれは。てーてーん。トゥルルルえ、じゃあ、もともとな、彼らの話はどこ行ったのなんか。なんか、そこら辺ちょっと知りたいな、ちょっと。てれてん。いいえ。魔物に襲われて海底深くに進んだ。そこも早く来てんだよな。はい。有名な話なんですよ。まあ、有名な話なのかもしれない。お、懐かしの。あ、なんか普通のあれになっちゃったよ、なんか。てなんかそんなこともあるだろう、みたいな。魔物の声よく聞こえるのよ。おー。そろ恐ろしいな。ててれてん。本当にケチかな。馬の笛やらないの置いてくるの、それはまあいいんじゃないの。なかなかいたずらっ子だな。いたずらっ子ちょっとなんか極めたなんかあれなんだけど、なかなかいいあれだな。いいのかしらね。養子になったらお塩を食べ物お菓子いっぱいくれるって。頭がいいやるかな、このお方は。バッチャマン。面倒見てる子供のこと悪く言うとも中にいるけどね。メガネを届けてくれたんだよ。いい子なのさ。ね、ね、まあ根っこはいいあれなんだな、きっと。でかい考えてるそうだ。ほう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 。
穴が世界各地に開きまくってる、そういうあれなんだな。ベー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 、恐ろしい。テレテレテン。邪悪な気配に消えることはありません。邪悪な気配ってなんか、どういうあれなんだろうな。さらに恐ろしいな。あ、そこ書いてなくね、ここ。ごちそう。ようこせ。ようこせ。頭の上にいいことね。この年まで一人、寂しいもんです。なるほどね。なかなかまあ、難しいんですよね。そこら辺の事情は。アモールの水。で、このなんか広い、なんかちょっともったいないな、なんかね。養子になるどうやるの？養子ってのあそこの人でしょ？なんかあの、あれ、あそこの左の家の人っておったよな。それはどういうあれなんだろうな。どういうことなんだ。おほほほほー。すがすがしいものよの。いつから教会にいるようになったか全然思い出せないんだ。なんか不思議なあれだな。不思議な世界だな。あれ、これになってくれないんだ。そっと元に戻しておいた。いいんじゃないか、それで。てんてん。戻しておきましょう。てんてん。ちょっと見てっか。ちょっとシエナも行っかじゃん。なんかいろいろ変わってんのかな、なんか。会話変わってるかもな、案外。ペペペペ。お、新しかったよ。終わってしまった。終わってしまいましたか、ついに。悲しいことになんか祭りも終わるとあれだな、なんか寂しくなってくるね、なんか。あ、ショーにいなくなってんだよ。テレテレ。大丈夫か。ここで暮らすことにしますか。ここで暮らすのか。なかなかあれだな。豪を淡々するわ。もうだんだん 人々がちょっと気づき始めてんじゃないかしら、今。ボガー兄さんの動画を超えたんですって。とりあえず寂しくなる。なんか随分あれだね。お、ひっくり返ってる。お前の勝ち所の勝利やろう。次は負けねえぜ。へへへ。これで我の人じゃない。そうですね。店じまいセール。はい。欲張っちゃいけない。そうか。そうですね。必ず教会に立ち寄ることにしてるんです。なるほどね。大事なことかもしんない。あ、なんか人いなくなってんね、なんかね。すごいガランとしてんだ、なんか。一向に消えない人は客足を飲めないし、自然の終わってしまってよ。これな、もしかしてあれじゃないか。霊毒とかなんか、あらゆることなんかあれじゃないか。会話変わってるかもな。注文切られない。あ、寝てんのか。グガガ。寂しいで巻き上げるばかり。なんか、なかなかまあそういうもんだよな。難しいよ、ね、そこら辺のあれは。てーてーてー、どうすっかな。ちょっと冷凍庫行ってみっか。多分会話でちょっとわかんだろ。なんとなく。空気感みたいな。せっかくなんで、ちょっといろいろ回ってみるわ。ペッ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 。どうだ。あ、レコメリンちゃん。幸せ、もう、あ、ここはちょっとあれか。そういう、なんかそういうムード。テレン。特にあれだな、なんかあの。まあ、レイドック上は特にまあ変わってなかったな。テレテレテン、テレテレン。これどうだ？これはどうか？おー、なんか変な声があるね。ペペペペペペン。お、おほほ、おほ。幻の太刀に行けるって話だ。テテン、テテン、レレン。重要だな、これは。おほほほほほほ。さあ、あとはどこに行けばいいんだって。てれてれて、ここが怪しいな。ここが怪しいが、敵が出てくるのか。どのような敵が出てくるのかってあれだよな。どんな感じ。おー、バーニングブレス。バーニングブレス、今ちょっとまっすぐ来たんだが、なんか井戸あんの。あれ、これなんだっけ、これ何のやつ。てってれてってれてん。これ大丈夫かな。これど、な、これなんだっけ、ここ。大丈夫か。あー、なんかあれがある。あれ、これ何のあれ、ここ。明治キメイラ、ちょっとヤバそうじゃねえか。ヤバそうなんてちょっと気配がするんだが。ベギラマ、なるほど。ベギラマが来て、殴りで上がるな。あー、まあまあなるほど。まあ、なんかいけなくなすぎやすけど、なんか。いけなくはないような気がするが、ちょっとまあ探索だけして、ちょっとまあ撤収した方がいいんじゃないちょっと。テレテレ。テレテレ。ちょっとお宝だけちょっと取ろうぜ。誰くんだろうな。あ、トロルはあれだね。それはあれだな。やっぱちょっとだいぶ先だな、これは。小さなメダル。このとこあったっけ？なんかあったような、まあ、記憶はまたなくはないが。3700。ちょっとここも撤収するか。多分、なんもなかったと思うんだよな、これ以上。なんでだ。人がいる。はい。この毒さえなかった、そうか。てん、てれてれてん。あ、これで一周ね。なるほど。普通にあれだな、ちょっと格闘パンサーとか出てくるんだよね。格闘パンサー3体とかなんか。
これ結構まずいんじゃねえかな。ちょっとそろぼちぼちちょっとまずいんじゃねえかって、なんかレベル的にもそんな感じがするんだが、うん、これどうなんだろうな。ちょっと比べてみるか。ちょっとあの昔の実況のどのぐらいのレベルなのかっていうのが、昔の実況中でちょっとまあちょっと変なやり方ってからちょっとわかんねえんだな。ちょっとテレテレテテテテ、いい曲だ。これいけそうじゃないのか。ほほほほほ、これどうやっていくんだ。この謎の地域、これあれじゃないか、ひょうたんあれじゃないといけないんじゃないか。ちょっとこの全部なんか意地悪な仕組みだな、これ。テケテンテケテン、どうなっとんだこれは一体。あれこれ、あそっかの、もしや。あ、なんかありそう。あ、これじゃないかな。てるてる。おほほほほほほ。もこしや。はい。なるほど。なかなかあれだな。ぺー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 。で、ちょっとここに来てみたと。てんてん、さっきのとこだな。てんてんてん。ダイヤモンドを戦した方が住んでいました。滅び去った。オルゴの夜が祀られた話、おお、なんかどんどんなんかあれだな、話がどんどんなんか、ね、広がってきたな。ベロ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 ルルル、8700か、結構お金貯まってんね。いつの間にか。てってーん、レレレー。ほほほほほ。ここ。まあ、さっきの占いの館のなんかまあ上の、西の上の方でな。てってれてーん、物騒だな、なんか。恐ろしい気がする。ボボ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 ボ。屍のようだ。ちょっとアモール来てるし、ちょっとやるか。ちょっとやるわ。ちょっとせっかくなんで。ちょっとやるわ。例のあれを。ここにいるはずだよな、確か。君じゃねえんだよな。てれてれ。あれ出てくるはずだよな、やつは。ちょっと仲間をちょっとあの、仲間を増やそうかなと。そういうあれだよね。ここじゃないの？あれ？ちょっと待って。お、来たな。来ましたね、ついに。てれてれ。ちょっとアモールから西の方に行ったけど、これ合ってんのか？合ってんのかな？いや、下手したらずっとここでなんかあの、ずっとなんかわけなかったことやる可能性があるから、それはちょっとあれなんだけど。てれ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 。お、二発目。ピエールと名前出して中身さん、はい。中身変わった。よし。て、意外となんかあっさり来ましたね。でも強いな。なるほど。俺なんかあんまりなんかあれなんだよな。あの、なんかスライムだとなんか仲間にした記憶ないんだよな。え、ちょっとどんな感じなのちょっと見たいんだけど。おー。なかなかいいんじゃないの。てれてん、てれてん。ちょっとなんか枠もう一つあるからな。せっかくだからちょっと誰かしらちょっと入れたいんだけど、どうすっかな。誰かしら入れたいという欲望があるのか。まあ、ちょっと、ここであれな、ちょっと実家行きながらちょっと考えるか。どうしよっかな。なんかもうさっと仲間できるやつがいいんだよな、なんかもう。てってって。ここもあれかな、多分一緒かな。あれはそういう感じかな。ちょっとターニアだけちょっとあれな。報告しに行くか。ほう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 。はい。寝ていくか。ターニアちょっといろいろ面白い話聞かせてくれるからな。てれてーん。お。OK ですわ。早速じゃあ。どうすっかな。ちょ、いまだにこれ悩み中なんだね、ちょっとね。お、決めた。ちょっとあの、悩んだんだけど、ちょっと誰にしようかってな。悩んだんだけど、まあ、とりあえずまあ、でもいいや、とりあえず仮の感じでまあ、なんつうの、仮な感じでやっていくから。てててなかなか来ませんね。森とか行ってみるか、ちょっと。ああ、場所がちょっとあれか。もしや。場所が悪いか。どうだ。来ないな、シールドこぞ。いや、でもあいつ仲間なんでんだよな。あのお方は。なかなか。てて。来ましたね。来てしまいましたね。一撃で来い。お前、聖水。お前、いいやつだな。めちゃくちゃいいやつじゃねえか。てれてってってって。あ、でも熟練投げちゃうかも、ついでに。ちょっとピエールあれだよな。ちょっと今のうちでやっといた方がいいな。よし。
さあ何でしょう。それでいくわ。ててててて。ちょ、マジ頼むぞ、本当になんか。爆発だからな。ててて、てれて。うえ。マリリンはあれだろ、かなり優秀でしょ。かなり優秀だろうから、ちょっとできればあれなんだよな。てれてってて。MP がめちゃくちゃ高いってのはすごいのが、ポイント高いんだよね、個人的に。ファーラット。あれ、ファーラット初めてじゃねえ、そういえば。てぇ、ファーラットか。なんか、ダークホーンがなんかやだら出てきたんだよ、そういえばな。ダークホーンがすごいなんかね、なんつうの、俺を見るとやんばかりになんか、やたら出てきたので、ちょっとなんか、心を揺らいでるってのはあれだ。てぇ、てぇ、てぇ。まあ、これはなんかあれだ。ちょっとま、クリア後。ちょっとま、クリア後に向けてのちょっとあれだけど、まあ、ちょっと若干その、まあ、その構成というか、どういう風にしようかなって、ちょっと今、ずっと悩んでるんだけれども。いや、まさかダブル打ちで来ましたか。じゃあいいよ。まあ、これはもう、まあ、円をちょっと大事にしてもいいと思ってるから。まあ、別に俺はもうどちらも構わんと。さあどうなる。来ないね。この山か。この山に行けと。俺たちは。いや、64分の1だっけ。ディップされてない64分の1だよな。またこの二人が。どっち、あ、これ最後に倒した方か、もしかして。そのような感じが。意外と来ないんだよな。ファーラット確か4分の1か2分の、4分の1か確か。だったよな、多分な。どうでしょう。いや、来ないかもな。ちょっとしばらく来ないかもしんないね。これ多分。いや、ジミー、なんかマリリンなんか割となんかあっさりなんか仲間だって見えちゃったんだが。ちょ、ジミーはやばかったよな。あれもとも100回、百何十回みたいな。もう狂ったようになったからな。あいつもだって64分の1だべ。の前には全然仲間なんでんだよ。しかも出てこないんだよね。出てこないし、みたいな。早速、来たがどうでしょうか。この野郎。やっぱひねくれてんだよな。ちょっとある程度やっぱひねくれてるかもしれないな。これなんか、これちょっと難しいんじゃ、これちょっと難しいんじゃねえかって、ちょっとあれだよね、ちょっと。回し切れだから。もう開幕早々、回し切れでぶそりゃ仲間になんねえかも、ちょっと。それはさすがにちょっとあれだよな。もうめった打ちだから。そこに何に惹かれるのかって言われたよね。それはちょっと難しいもんがあるかな。ファーラット。ニコやからな。いや、ピエールはなんか割と一緒の仲間だったからな。なんか、まあ縁がある。まあ多分それはそれでなんか縁があるってことだと思うんだよな。なんかいつもなんかこれスライムでやったからな。スラリンでやったからなんていうのかな。たまにはちょっと。もうまた来ましたね、この組み合わせ。さあどうでしょう。さあどうでしょう。くそ、あんなやら。何を目的としてんだあいつは一体。ちょっとこれはどうでしょうか。な、来たような気がするんだが、ちょっと精神統一するかじゃ。あの光を見ながら、はっふざけやがって、仲間になりそうにこっちを見ている。帰らせるかも。あえて帰らせるっていう。フレッシュバスに買い込んだ。そうか。そいつは良かったな。そいつは良かったな。マリリン。捕まってしまった。この差は何なの一体。なんか。何回かちょっとリセットしたりとかなんかしたけど、なんか改めて。はぁ、やっと仲間だったか。どうすっかな。マリリンどうするかな。なんか、まあ、旅だったらまあ、僧侶がまあ、無難な感じはするが、まあ、どっちにしてもいいやつ、それですか、じゃあ。よろしく。ちょ、だいぶちょっと持っていかれたら、なんか。僧侶マリリン。よろしくね。さあ、帰るか。帰りましょう。俺なんか他にもちょっといろいろやろうと思ったけど、なんか忘れてたな。あまりのちょっと壮絶な、ちょっとあの、激闘の末、ちょっとあの、あ、それ、アモールだ、アモール。俺、アモールに行かなきゃいけないんだ。
いや、まさかのね、ほんとなんか。てれてってってん。俺、アモール何時に、俺、アモール何時に行くんだっけ。あー、そうだ、そうそう、そうね。もう完全にちょっと忘れちゃいけないから。あ、てか、会話変わってんじゃん、ここ、なんだったら。アモールにようこそ。うぅー。ちょっと会話変わってるかもしれない。ちょっとあれだな。ちょっと代、じゃあ代表としては行かせるか。かの二人。てんてん、テンポが早いな。レベル2って。そのレベル2は何だって言うんだよ。俺らから吸い取ったらじゃない。おー、もうなんか、いいですね。苦労した感があったらなんか。魔物がまたおよおよしてるってそういう話が出てんだ。なんで、また魔物が増えちゃったら、魔物が増えたってそういう話になってるのか。トゥルトゥルン。まあ、魔物はあれだから、魔物もすでに入ってるから、この中に。はい。いいえ。みんなに笑ってもらおう。分かってもらおう。手に見せられる時まで一緒なんて、本当に仲いいっていうか、神様に。ジーナばあさん。なるほど。旅に出るなんて、パパが言った。ちょっぴり寂しいな。旅に出てしまったか、あの二人も。あ、じゃあ先にちょっと教会行こうぜ。ちょっと話を聞きたいの、俺は。そうか、あの二人も、じゃああれか。うん。はい。もう来れんやるんです。手に召されたのです、二人とも。かなりの年でしたが、いざ亡くなってみると、穴が開いたようで寂しい気持ちは隠せませんね。なるほど。思い出や懐かしい話が聞けることでしょう。いいえ。そうか。ちょっとあの、いろんな話を聞かないとじゃ。てれてってってん、お。お、誰だ。俺は来る前に働いてたらしいな。みんなに疲れてたようだぜ。そうだな、なんかいいやな、ね。そういう感じで今年取ったらなんかいいんじゃない、仲良しみたいな。ポーポーポー。もういろいろあるよな。そんだけのまあ長、なんつうの、長年一緒にいたらまあいろいろあるんだって。てれてってってぃ。メドリーすごい大魔みたいなやつがどっかにいるからって、そうに違いないぞ。気づいてしまいましたか、ついに。どうやると怪しくなってきたんじゃないか、そうなの。もう入れないぞ、この。この家に入れないわよ。入れないわよ。あなた行かないしなさいよ。何してるの、一体。よし。ちょっと危険、ちょっと危険だな、この。ちょっと暴走するかもしれん。ちょっとピエール食われるかもしれん。もういなくなってるかもしれない。はい。はい。幸せそうに眠るのは見されていったのさ。なるほど。なるほどね。子供に戻ってしまったか。てれてれてて。なんか不思議なもんだよな。わしはその時お会いできなかった。大事な宝物があると言っていたのか。誰かどうしたのか。なにそれ、鏡のあれの話もしかして。究極の魔王とする伝説の魔王とする。なかなかそれなんかあれだな。ロマンがありますわ。伝説の魔法とする。いらっしゃい。そうか。てれてれてん。こんなもんか、大体なんかもやってるような感じつけようね。カルベロナという魔法都市が、魔法都市っていい名前だな。なんかワクワクするぞ。お腹すいて、なんかピエールのなんかいい顔してるのがスライムがなんか。これ全体があれなんでしょう、その本体なんでしょう、この。上のなんかなんつうの、この騎士の部分を。という話を俺はなんかどっかで聞いたことあんだ、なんか。よーし。なんかでもいいな、この。なんかいいあれだな。愛嬌あるな。なんかマリリンやっぱ愛嬌あるよね。おう。そうか。てんてれてん。まだ、あ、思ったより結構やったから、まあ、あれか。じゃあ次からまた先に進めるって感じで、やっていきましょう。目玉が。様子がおかしい。元気はないよな。悪いことが起こる前触れだけだけど、おう。そりゃそう恐ろしいね。我々もちょっと気をつけていかないな。てれてれてん。ちょっと水の中で、ちょっとやって、あれか。ピチャピチャするか。ここであの、まあ、次回そのどこに行くかってのはまた考えておくか、じゃあ。では。さらばだわ。